はい、皆さんどうもどうもこんにちは、こんばんは。はじめまして、シエルです。久しぶりにですね、秋葉クロニクルやっていこうかなと思っております。はい、どういうゲームか忘れましたけどね実況としてあるまじき声ですけどね、本当にね。でもね、はい、これかな、多分こっちだよね。はい、二のロード、お疲れ様です。はい、いやびっくりした。店長は、ジンの胸をさわさわと撫でながら聞いた、尋ねた。なぜそのような質問を？あのね、私マミヤ君と一緒にデート行きたいなって、てんてんてん、ちょっと人と会う約束がありますんで。え、何？もしかして女なの？マミヤ君ガールフレンド作っちゃったの？そういうわけでは。そうに決まってるわ、絶対女よ。ああ、なんてこと、私の愛はマミヤ君に届かなかったのね。店長、抱きつかないでください。お客さんから不審な目で見られてますんで。ああ、レジで展開チェチェしてるぞ。しかも両方とも男じゃねえか。いやん、どうせ愛よ。初めて生で見ちゃったわ。マミヤくーん。あんた筋肉質すぎて気持ち悪いです。店長。ね、店長は今から攻略していくんですかね。ということがあったんだ。知らないわよ。っていうか、なんでまたこの店に来てんのよ。はい、安定のですね、安定のかなちゃんですけどもね、はい、僕の一押しキャラですけどね、かなちゃん可愛いですよね。なぜか来たくなってしまったな。この店はそういう魅力も持ってるんじゃないか。店的には嬉しいけど、私的には最悪よ。しかもまたおしゃべりタイムで私を指名するし、からかってるんでしょ。いや、そんなことないですよ。もうちょっと声のボリューム落とさないと周囲に聞こえるぞ。すげえ。ほう、どうやって？ちょっと音質があれだな。ちょっと待ってね。こんぐらいかな。あんたの個人情報をネット上にばらまく。こいつやべえぞ。お前ってやることがいちいちせこいよな。ふーんだ。それが私のスタイルだからね。ちなみに、そろそろおしゃべりタイムは制限時間になりますので。よし、それならゲームタイムを使うかな。当たり前じゃないですか。ご主人様、ご指名ありがとうございます。リカ子と申します。よしくなリカ子ちゃん。あれ、珍しい。あれ、私じゃない。なんで、今までの流れから言ったら私でしょうに。確かに。いや、俺もちょっとカナちゃんちょっと惜しかった。え、マジか。なんかどっからカナがこっちを睨んでるんだが。え、よくわかんないやつだな。指名するなと言ってくるくせに。え、母ちゃん指名するなって言ってくるんですか。母ちゃん、あなたのことずいぶん気に入ってるみたいですのに。俺のことを気に入ってる。ええ、母ちゃんに私から聞いたことは言わないでくださいね。メイドはジンに、顔近づけて小さなまで言った。あなた先日も店に来てくださったじゃないですか。バイトが終わってから私彼女と一緒になったんですが、あなたの恥ずかしさですよ。いつもの母ちゃんってなんだか本当の自分を隠しているような感じがするんですけど、あなたの話をしていたとき、いつもと少し違って、ちらっと彼女の素顔が見えた気がして、だからあなたきっとあなたのことをすごく気に入っているんだなと思ったんです。はあ。興味深い話だ。興味深い話ですね。ただまあ、俺のことを気に入ってるっていうのは勘違いだろうな。あいつが俺に会いたくないというのは確かだろうし。会いたくないっていうのは会いたいっていうことなんですよ。だから今度遊びにでも誘ってあげてください。聞いておりこぶはずですから。そうなのか。そういえばあんた、自分が仕事中ってことを忘れてますね。忘れてるか。あら、すっかり忘れてちゃいました。申し訳ありません、ご主人様。その頃かなは、リカ子とジン、ゲームそっちのけでおしゃべりに夢中じゃないの。すっごいいい感じじゃないの。別になんとも思わないけど。かわいいっすね。お客とメイドがイチャイチャするのはいけないと思います。かわいいっすね。ものすごく興奮していたシーンだった。かわいいっすね。母ちゃんかわいいっすね。これいいっすね。バカが風邪をひかない。やばいでしょ、この夢。はるかが、ジンの部屋にやってきてテレビを見るのが趣味だった。大抵はジンに構ってもらえないので、一人で暇つぶしにするしかなかったのだ。ジンもアニメを見るとき以外は、はるながテレビを使うことを認めていた。かわいいから、ちょっと見てください。間違えた、また。ふにょー、
はるだ。徹底して無視でやれ。ああ面白い、この番組録画しといてよかった。録画だと、ジンがピクリと反応した。お前録画なんて知ったのか。はい、夜しかテレビ見えないので昼にやってる番組が見たくって、先日説明書を見ながら覚えました。ほう、それはいいが、俺の録画データ勝手に消したりしないだろうな。あれ、一応確認させてもらうと、あれ、どうしました。まさかなくなってる。まさか録画しておいた先日の時代を作る方々のデータがなくなっている。きえー、ジンは発狂した。フェイズ、ドキュメンタリー番組のあれですか。先週のゲームシナリオライターの、玉枝ジンが出てる回だったんだ。アニメなんかと違って後にブルーレイで発売されることもないから貴重な録画データだったんだぞ。よくわからないですけど、すみません。謝ったところで許せるか。玉枝純がドキュメンタリー番組に映ってることの重大性がお前にはわからんのか。だからすみませんって言ってるじゃないですか。許さん、時間を巻き戻して名称しかい。何？どうせ私は玉井ジュンとかいう人は知りませんから。じいさんはその人の作るゲームが好きなのかもしれませんけど、大体じいさんはいつもいつもゲームの漫画に夢中になってばっかりじゃないですか。私が話しかけてもいいっす、ね、ちょっかい出しても、いや喧嘩っていいっすね、かわいいっすね、全然かかってくれないじゃないですか。楽しいっすね。何かのスイッチが入ってしまったのか、胃の中のものを吐き出すようにまくし立てるが、肩を、遠く見ていた。自分の世界に閉じこもって人の気持ちなんて考えてくれないじゃないですか。だからもう人生なんて知らないです。バカ。かわいいですね。そして突然ハルカは床に崩れ落ちた。どうした。なんでもないです。なんだ、顔色がすごく悪い。ジンはおもむろにハルの額に触れた。発熱してるじゃないか。風邪ひいてんだお前。お、じいさん。あれ、これはラッキースケベ？ラッキースケベ？ラッキースケベが見れる？あ、見れなかった。辛いか？頭が。でも かわいいっすね、春菜ちゃん。バカは風邪ひかないって言いますよね。違う、バカはバカだから体調を崩したことに気づかないんだ。だからバカなお前みたいなことになるんだよ、バカ。ひどい、バカって4回も言った。いつも通りのジンさん。かわいいな、かわいいな、かわいいな。もう俺これ今どうなってんのちょっと忘れたレベルだもんな。いつも悪かったな。かわいいな。さっきお前が言ったこと正しいと思った。反省する。なんですか、ジンさんらしくないことを言わないでください。やめしようせよ。私さっきは興奮しちゃって変なことくしばしっちゃって。人生は悪くないんです、うん、私止めてもらってる立場なの。かわいい、やばい、やばい、かわいい。そんなことない。やばい、これ両方フラゲとちょっと大きすぎる。あんま喋りだ、熱が上がるぞ。すいません。やべえ、かわいい。あのなんだ、引いたのをいいことに一つわがままもしてもいいですか。お、ぜひお願いします。食べたいものでもあるのか。いえ、そのはい、手を握ってもらっても。あ、何歩ほどでも手やり、何歩ほどって握っちゃっていいっす。本当にもうぜひぜひっすよ。お前は新規やかなんかなのか。違いますけど、嫌だったらいいんです、いいんです。よくわかんないが、ほら握っちゃったぞ。これでいいか。あはは、はるかちゃんかわいい。なんでニヤニヤしてんだ。わからなくていいです。私今とっても気分がいいので、そっとしててください。いいっす、かわいいっす、かわいいね。これいいっすね。話さないでください。
もう永遠にも手つないでおきますこんなもんほんまに。はい。今日俺どこで出るんだろう。8月5日。はいはい。待ってる時間もデートのうち。今日ジンはバイトのシフトを入れていなかった。一日何するか。丸一日何も予定がないのは久しぶりだ。普段通り部屋にこもって興味にも趣味に没頭してもいい。しかしジンは珍しく誰かと遊びたいという気持ちになっていた。あのいないし、彼女は病み上がりにもかかわらず、ケツも元気に家を飛び出していた。ジンは少し考えて携帯を取り出した。カナと遊ぼう。なんで私があんたと遊びに行かなきゃいけないの。いいっすね。とか言いながらも来てくれてるじゃないか。しかも現在、集合時間10分前である。暇だったから断る理由も見つからなかったのよ。おお、今日バイトは？さっさと行くわよ。バイトを外にすんのか。そっちが誘ったんだからちゃんと私を楽しませなさいよね。ぜひお願いします。これ2人ともこうあれですね、攻略したいですね。ジンはカナをゲームセンターに連れて行った。ゲームセンターか、入るのは久しぶりね。昔はよく来てたけど。ゲームセンターは僕得意なんでね。はい、何でも取りますよ。何かやってみるか。かわいいな。母ちゃん結構かわいいな。あ、このぬいぐるみかわいい。うん、そうか、あっちにあるセイバー、セイバー4分の1スケールフィギュアも結構かわいいと思った。欲しいな。やっちゃおっかな。虫かよ。カナは急いそとお金を投下しクレーンゲームをプレイ始めたの。タイミングが重要よ。見極めて。お前声でかいな。ちょっと黙って今集中してるから。すごいな。ガチャリやった、持ち上げた。クレーンに挟まれ、運ばれてくるぬいぐるみ。しかし途中でポロリと落ちた。なんてちゃんと掴んでたでしょうが。ゲーム機体をガンガン叩いてくるしかない。もう一回よ、もう一回やれば取れるんだから。こいつなんかテンション高いな。それからカナは何度も何度もトライした。あ、また途中で落とした。おうおう、もう一回。おう、バカ。何も、いやもう俺だったらこれ取ってあげるけどね。もう一回。笑顔咲く。もう一回。笑顔咲く。はい。もうやだ、取れないよ。かわいい、かわいい、かなちゃん、やばい。泣き出した。泣くのよ、みっともない。子供かお前は。仕方ないな、ちょっとやってみるか。ジンはクレーゲームにコインを投下してプレイし始めた。で取れた。1回目で？なんでよ。そんなに難しいとは感じなかったか。そういえばあんたって昔から何でも器用だったわよね。俺やるよ。でもそれはあんたが取ったものだし。俺はこのぬいぐるみに全く魅力を感じないからいらないんだ。いいの？ああ、ジンはぬいぐるみを押し始めた。やばい、ぬいぐるみとかもうなんか日暮らしグラグしかないんだけど。やばいでしょこれ。あれやろ、これミオンに殺されるやつやろこれ。やばいやろこれ。大丈夫か。名前をつけてあげなくちゃ。ねえ、ジンはどんなのがいいと思う？タスマニアデビルでいいじゃないですか。山田でいいと思う。いやよ、そんな適当な名前。店の奥に何か怪しげなものがあると。パッと見た感じプリクラ機みたいだけど、何何？占い機？なんか危ねえな。占いか、少し興味があるな。中は薄暗いのね。お、ラッキースケベ。お金を得するとディスプレイが文字を出現した。二人の手を重ねて水晶の上に乗っけてくださいだと。見るとかすかに光を発する水晶が置いてある。よし、俺は置いたぞ。カナ、お前もさっさと手を当てろと。ちょっと待ってよ。ん？手を重ねるとか、恋人みたいで恥ずかしいんだけど。かわいい、かわいい。何妙なこと言ってんだ。早くしないと制限時間の感想が始まるぞ。
ジンは彼女の手を取り強引に自分の手に抜けた。可愛いって、かなちゃんどうした？何でもないわよ。可愛い、可愛い。ディスプレイが切り替わる。結果発表します。誰だ、相性抜群です。相性抜群。ジンが甘く変えてきたよ。どうした？これカップル用の相性欄やったのか。どうした？かな、顔が赤いが。赤くないわよ。あんたとの相性なんかどうでもいいのよ。可愛いっすね。ああ、そうか。なんか怒らせたか。こいつとの扱い難しいな。はい、ということで。8月6日金曜日。僕は結構これ、かなちゃん攻略先にしていこうかなと思います。時間も時間ですし、ここでしましょうか。楽しかった。すげえ楽しかった。はい、ということで。いや、これ気になりますね。頑張っていこうと思います。ということで、See you!